話よろしくお願いします。アメリカの運命のことで話が長くなってしまったんですが、それでアメリカの一極ヘゲモニーに挑戦というより、これは歴史的にもう当然の流れとして一極じゃなくて多極化という話をしたんですが、というのはアメリカが覇権国家らしくなくなったからこうなったんです。大人らしくなくなれば若者から尊敬信頼されません。今アメリカは同じですね。アメリカは力で全てを解決しようとする、制裁措置をかける、もう何かあればすぐ制裁措置、もう対話も何もない。だから我々が決めたのが、神が決めたから人間は聞きなさいという、人間が作った国際法とか国連憲章より神々が作った規則基盤国際秩序が優先だというような、そういうことですね。じゃあそれで今現在本当にどうなっているのかをちょっとだけ見ましょう。これもこういうのは写真を 撮る必要もないんですよ。山下さんが全部データ持ってるんですから。ブリックス、ブリックスは増えたですね。ブリックスが他のプリグニと今どのように、社外協力機構とかね、他のプリグニとどのように重なってどういう関係を持つのか。だからこれは日本でも有名なこういうグラフィックをよく使う作る方々いらしたですね。もう何個かだ、こういう一枚でこうやってもらえば非常にありがたいんですよ。その国際調整、国際関係がこの一つの表で分かるようになるんですね。私も本当は横文字あんまり好きじゃないし、英語堪能じゃないんですが、でも英語の勉強のつもりであえてこういうデータを見ることにしてるんです。私は英語が堪能でやるんじゃなくて、英語に慣れるために日本語とか他にはこういうふうに丁寧に親切にやってくれませんから、やってくれないから。でもこれをやってみて世界地図と照らし合わせてみれば、非常にいろんなことが分かります。普段の出来事が本当はどういう意味を持っているのかよく分かります。この写真です。これすごいですよ。2000年、24年前のアメリカが第一の貿易相手の国だったのが青い色になってるんですね。24年前、2020年にはアメリカが第一、アメリカと貿易が第一だった国がこれで、20年後は中国との取引が一番多い国がこのように変わりました。貿易取引の第一貿易取引がアメリカだったのが、20年後には中国に変わったという。わかりますか？日本と韓国も入ってるんですよ。これが現実です。なぜ SCO を言うのか、なぜ世の中が、なぜロシアを敵に回しちゃいけないとか、ヨーロッパをアメリカを裏切りなさいということじゃなくて、敵に回すなということです。よく一番大人たちも落ちりやすい間違いが、 A か B かに2つに二者択一というふうに考えるんですね。アメリカとの関係はアメリカ、ロシアとの関係はロシアというふうに考えればいいのに、アメリカのためにロシアを犠牲にするとか、
ロシアと関係を持つためにはアメリカが敵になるとかというとんでもない妄想をしてるんですね。それを他の人に強いるんですね。メディアが、政治家が国民をその方向に持っていってるんです。今の日本と韓国もバイデンだとプーチンは敵だと、先ほど見たでしょ、自分のこと、自分は黒人の副大統領を討論する人がプーチンよりマシだと言ってるんですよ。これ深刻な話ですよ。日本人の 95% 以上はプーチンは悪魔と考えてるんですよ。バイデンは同盟の味方で、そろそろアメリカの国会議員、政治家の中で長い間付き合ったのに、この前会ったらバイデンか自分が誰なのかわからなかったともう言い出してるんですよ、政治家たちが。バイデンが連邦議員の中で長い間一緒にやってきたのに、自分が誰なのかこの前会ったらバイデンが知らなかった、わからなかったの。私が人間の基準から超えた神々の世界の人々が我々を支配している、これだけ覚えてください。20年間この世に変わりました。なぜ我々が騙されるのか。もちろんトランプ大統領はアメリカファースト、自分が大統領になればこれを取り戻せる、とんでもない、不可能、それは不可能。今申し上げた変ないろんな神様を全部連れてきてもそれは不可能、もはや我々はそういうこと冷静に。ミンスクです、これベロルーシのミンスク、 SCS 上海今度首脳会議の時、3週間前だったんですか、ベロルシが入ったんですね、メンバーとしてメンバーに入りますよ。そこに中国軍がパレードに参加したんです。ベロルシを正式のメンバーに受け入れて3日後には中国軍がベロルシへ行って一緒に訓練をやるんです。NATO が日本と韓国を自分の子分にしたいと言うから SCO もそう対応せざるを得ないんですよ。わかりますか。まあ、他の訓練、まあ、写真などは皆さんあの暇な時、まあ、こういうねやってみてください。これも私これ私のパソコンで見えたんですが、NATO の危機の権威、これもおそらく大きなあれはレジュメにあるはずですよ。 NATO がなぜ危機なのか。 NATO はまず嘘つきです。ヨーロッパは文明人は全部嘘つきです。ひどことで嘘つきです。一番問題が悪をジェンダーというし、自分たちは先ほど DEI とかもう差別しないとか多様性を云々しながら、それは自分たちのクラブの中だけでの話、クラブの外に対しては徹底的な差別と制裁措置、そういうことをやるんですね。だから NATO の危機じゃなくて本当はヨーロッパの危機ですよ。西欧文明の危機ですよ。なぜ自分たちが世界中の信頼を失うこと、自分たちがやったから、自分たちが、それが一番の問題。先ほど、まあ、トランプの、 あの女性の私ぐらいの私があのこうビデオを見たら私よりピストルを取り出すのが下手だった
私はあのトランプの周りでやってますが、はるかに彼女よりは。자これはノルウェー産のナサムスという対空ミサイルですよ。ナサムス、ノルウェー製の。ロシアがあの何ですか、キエフをミサイル攻撃するから、迎撃するためにいろいろ撃ったのが、これが落ちていわゆる子供の病院に犠牲者を出すんですね。もうテレビで映ってるんですよ。もうみんなわかる。もう軍事あのマニアじゃなくても、これはもうすぐ見れば全部わかります。ノルウェー産の NATO がゼレンスキーに支援した対空ミサイルが迎撃に失敗して落ちるのが全部取られてるのに、 NATO はロシアがこれを爆撃したと言うと、あ、ビデオが全部出ていて問題が。じゃあこの前あの新しいロシア大使を日本の放送局は日経ですか、インタビューするんですね。写真全部あるのに、ロシア大使にロシアがそれはあの NATO が支援したナサムスだと言ったら、ロシアはそう言ってもゼレンスキーのキエフはこう言ってるから、これは分からないというふうに報道してる。自分の目で見て報道して判断するのではなく、ワシントン・ブリュッセルと NATO 本部が言うことが優先ですよ、日本のメディアは。じゃあこういうのは足りないのか。これ NATO の偵察機ですね、日本でも持っている。今ウクライナ戦争は全て NATO がやってるんですよ。すでにこういうミサイルの操作とかあれはウクライナはそういうこういう運営する専門家はいません。だからあの全部予備役の民間人になった人々を傭兵の形で送ったのが、最近は NATO の現役たちが行くんですね。 NATO の現役の米軍、フランス軍、イギリス軍、もう隣のポーランドなどももう言うまでもなく。じゃあこの前あのだからロシアは最優先的な一番高いキンジャルとかあるんじゃないですか、高いミサイルは NATO 軍を攻撃するところに使うんです。なぜならあの いろんな本部地下の基地にはNATO 軍将軍たちがこういうことを指揮するんですね。ロシア軍が、まあ、どこにいるのか、こうミサイルを飛ばしてこれをターゲットまで誘導する全てを NATO がやるんですから、それを迎撃か予備機能、だからアメリカの将軍たくさん知ってるんですよ。不審使用する人々、もう山登ってそこで心臓麻痺で死んだとかという人々は大体ここでロシアのミサイルで死んだ人々です。イギリスの特殊部隊 SAS とかあるんじゃないですか。この前ロシアのミサイルで一度に50人以上が死ぬんですね。おそらく怪我人まですれば60人以上になる。イギリスの一番精鋭の特殊部隊の、イギリスはもうはっきりした数字を発表しないんですが、イギリス全体で100人から200人しかない特殊部隊の3分の1がオデッサで死ぬんですよ。だからロシアはそういう価値のあるターゲットだけを攻撃するから、フランスのもう将校たち、情報将校も傭兵がそこにたくさん集まったらしいということであれば、そこを優先的に攻撃するんですね。でも NATO はアメリカは反発もできない、自分たちと関係ないと言ってきたから。実はウクライナ戦はすでにそうなったんですね。この前はもう日本人がもうロシアの方に義勇軍としてもう戦死したとか報道があったんですが、民間人のあれじゃなくてすでに本格的に参戦してるんです。それは全部嘘。だから世界中が見てるんですね。こういうのは
分かれるのはヨーロッパとアメリカと、アメリカも半分は分かる、日本と韓国バカさ、地域の検閲、異常の検閲のために報道しないから分からないんですよ。なぜこういうのをやらないんですか。だから我々が選択するためには嫌な情報もそれは分からない。TBC 放送です。自分たちがエコノミー成長が 0.4% イギリスが 0.4% よくやったと、マイナスじゃないから言うんですよ。厳しいですよ。どっちにこう日にちなど全部ありますから。イギリスが 0.4%、 だからここは中国は 4% ならもうダメだと、 4% しか成長してないと話になりますか。これが BBC ですよ。 NHK 以上の信頼を受けている。自分たちの 0.4% の10倍の中国は、ああ中国経済をこれでダメで、中国の10分の1の成長は、ああイギリスはよくやって立ち直っているという恐ろしい。だから我々が世の中を考えるときは、我々はまあ、例えば日本では台湾とすれば、台湾の有事は日本の有事とかね、なんとか政治的なスローガンによって、それ以上は昨日思考停止、あこれはもう決まったことですから、これは決まったことですよ、これはしちゃダメだとか、これは何かとすればヒズボラ、ヒズボラは我々は悪魔だと思ってるんですね。ヒズボラでもレバノンで、内戦中のレバノンでクリスチャンを守るのはヒズボラですよ。レバノンの中でクリスチャンが攻撃されれば、それを戦って守ってくれるのがヘズボラですよ。我々ヘズボラはテロリストというふうになってるんですね。だから前3ヶ月前ですから言ったでしょ、 ISIS イスラミックステイト、 ISIS はモサドの英語正式の名称だよ。ISIS、モサド、モサドが ISIS。なのに ISIS が怪我をすればイスラエルが治療してあげる。ヘズボラは敵で、ISIS はイスラエルが無料で治療する。グーグル、ユーチューブ、X、全部出てるんですよ。インタビュー、全部出てるのに。それは検閲で見ちゃいけない、それはテロリスト、我々がテロリストを指定したとすればテロリスト、なぜ神々が決めたから。でもレバノンでクリスチャンが生き残っているのは、生き残れるのはヘズボラのおかげ。でも今イスラエルとドンバチ戦争しているということで、ヘズボラだとすれば我々の敵だと思う。イスラエルの敵じゃなくてヘズボラをいつの間にか我々の敵だと思うようになっている。繰り返し言うんですが、未来のための選択のためには嫌な情報も、また、これはやっぱりそうだったと問い込むんじゃなくて、これはもしかしたら間違いがあるのかなど我々が考えなくちゃいけない。